ガーシーシ議員が怒り宮脇さくらを擁護、独当、荒探し批判がある、クソみたいにアンチ、日本アカン NHK 党のガーシー、本名、東谷義和、参院議員が28日付でインスタグラムに投稿元 HKT48 で韓国グループ、レセラフィムメンバーの宮脇さくらが SNS に20日付で投稿したソウル発の飛行機の航路図が。 独表記だったために炎上と伝えられているとしてこんなくだらんことにアンチが群がるから日本はあかんねんって本気で思ったわと記した意図して地図に記載したわけちゃうことぐらいアホでもわかるやろそんなことで炎上させて何が楽しいねんと指摘 日本から韓国に渡って、一人で誰の力も借りず、自分自身の力で異国の地で結果出すことが、どんだけ大変なことかわかるか、クソみたいにアンチコメ出してる陰キャには一生できひんことをやっとんねん、と厳しくつづった。日本の若者がこういう彼女たちに影響を受けて、海外へと視野を広げることを切に願うわ。 くだらん先入観にとらわれんとみんなもっと夢を持って生きてくれ世界に出て活躍してる日本人を責めるんやなく応援したるくらいの優しさもとやなと知るし宮脇さくらさんも俺に言われてもええ迷惑やと思うけど思わず言ってまいりましたすんませんとしている今の自分が宮脇さんと重なる部分があるから擁護をしているんだろうけど それで勝手に自分を肯定させてそう自分に言い聞かせても結局は何も変わらない相変わらず自分の置かれた立場を理解していないなと思うし他人のことを気にしている余裕が自分を追い込んでいることにもつながることをわからないといけないと思う現状を考えたらいい加減、自分自身のことだけで精一杯になってほしいなと思うし 今のままではどうやって国会議員として期待や希望を持てばいいのかがわからないあなたは誰の代表として国会議員になったんですかもし支持者の代表だというのであればそれだけで国会議員として不適格でアウトです国会議員は国民の代表であって支持者ではない国民のためにも働くものです 加えて、領土問題をこのような認識で違う問題とごちゃごちゃにして発信するあたりとても仕事ができるとは思えません。ついでに言わせてもらえば、自分のことを非難する人をアンチ呼ばわりして逆切れすることが多々ありますが、政治家は一般国民と違って批判批評の対象となることを自覚した方がいい。独裁国家のトップにでもなったつもりですか 元々憲法の保障する表現の自由は国や議員のやり方に対して意見や考えを表明することを保証し、それにより民主主義をより良いものとしようとしたものです。もし、それが国会議員の人権を害すると言われるのであれば、さっさと党員してそれを変える議論を国会でしたらどうですか